はい、じゃあそういうわけで最近ね結構広告でよく見てましたのでこのリンキーやっていきたいと思います。よろしくお願いします。何でしょうねこれ、まあはい、AI で、チャットをしてね会話を行っていくっていうタイプの、まあ、そういう、まあ、アプリになりますね。 AI で、まあ、チャット GPT とか、まあ、Google のねジェミニですか今、まあ、そういうのありますけどチャット式で、まあ、会話をしていくような AI のアプリですね。で遊んでいきましょうか。でまあただねちょっとねこのアプリね、まあおすすめ、メイさんこのメイさんねまずねメイさんが、メイはあなたを支配したいと思っている女性です。彼女はあなたにやめようか男性はまあちょっとやめようかな、うん、スルーしようかな。で、アイリは茶髪のショートヘアにセーラー服を着た学校での可愛くて甘い隣の席のクラスメイト友達から恋人ね結局ねまあそういうね会話にねなりやすいんですよねちょっとねそれはまずいので、あかりはあなたのセックスやめようかね吹雪はあなたの幼馴染で、あんた、やめようか。ちょっと待ってね。確かね、人気のところでね、ちょっとね、ちょっと下の方行きまして、いい感じの、これちょっと喋ってみようかっていう、失礼、がね、マナカさん。この、リアル画っぽい、これも多分 AI で、生成された画像だと思うんですけど、マナカさん行ってみましょうか。マナカ、あなたのことが死ぬほど嫌いな同級生、彼女の態度は冷たく会話も辛辣です。行ってみようマナカさん行ってみよう。はいこちらマナカさんですね。めちゃくちゃ美人ですね。で、あなたのことが死ぬほど嫌いな同級生、彼女の態度は冷たく会話も辛辣です。何まだここにいるの、早くどこかに消えてよ。なんて返しましょうかね。どうしましょうか。だって、まあ、まずはね、だって、ここに用事があるんだもん。用事があるんだもんと。お前が消えろよ。まあ、この辺から軽く言ってみましょうか。まあ、多分ね、言ってもね、多分このマナカね、嫌いな素振りをとって、あえて辛辣、冷たくて辛辣な、素振りを見せてるけど、まあなんかね、まあなんとなくね、心配だな、立ち上がる、じゃあ私の方から消えるわね、立ち上がる、でね、まあ言ってもね、なんていうか、会話式でこうやってまあチャットしていくんで、消えないんですよね。結局ね、なんか言うとね、必ずね、返事してくれるんですよね。一問一答というかね、交互にこうやってチャットをし合うので、立ち去るのを見守ってみましょうか。見守っていると。ちょっと待ってよ。見守っている。黙ってかな。立ち去るのを黙って見守っている。この辺で行ってみますか。さあなんて返してくるんでしょうか。数歩歩いて立ち止まり振り返る。ねえちょっと待って、何この辺で返しておきましょうか。さあごめんなさい言い過ぎた。いや別にいいよ別にいいよ気にしてないから。この辺で行こうか。もうちょっと辛辣に行ってみようか。もうちょっとこっちから辛辣に行ってみましょうか。お前のことなんて、なんとも思ってない。これ行くとまずいな。これ行くとね、ちょっとまずいな。あんまり辛辣に行くのやめよう。まあ本当に私のことを許してくれるの。
まあ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 許すも許さないも、まあそれがお前だろ。この辺で一滴も置きましょうか。なんかハート来ちゃったな。なんか、親密度上がっちゃったな。まあ許すも許さないもそれがお前だろと。で私を解放する。これでね、新しい画像をね、ガチャでね、手に入れたりそんな感じするんですが、多分こうポイントがないからね無理なんですよね。無理だいいや。うん、顔赤ら赤めんな、お前大嫌いなんだろ俺のこと。なんだ、でもどうしてあなたにひどいことを言って、ひどいことひどいことそんなことはないだろう。このぐらいで返しておきましょうかね。そうだった、私自分の感情をコントロールできなくて。あーそうなの、別にいいよ。あーまあ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 、まあ、気にするな。どうしよっか、ちょっとそっちに振っちゃう。いやほんとね、あのね、これまあやろうと、行こうと思えばね、がっつり最後までいけちゃうね。がっつりね、文章でですけど、いけちゃうのよね。それはちょっとさすがなんで、どうやってかわしていこうかっていう風にしていきますか。そっちに行かないように、どうしてもね、そっち、やっぱね、そういう会話を楽しむアプリなのかなっていう、そういう感じはね、しちゃうかな。気にするな。まあ、この辺で言っとくか、返しとくか、気にするな。まあ、ありがとう、あなた、優しいんだね。うるせえ。うるせえ、この辺で公開しとくか。ちょっとね、ちょっとかわしていく必要はあるから。え、それとも私のこと嫌い？どうしよっかな。ここでこういうところで、例えば、いやお前が私のことを嫌いなんでしょって言ったら、違うの聞いてとか、そういう感じで返してくる気がするんですよね。本当は私あなたのことって、それがちょっと目に見えちゃうな。だからどうしよっかな。まあ、嫌いじゃないよ。別に嫌いじゃないよ。別に嫌いじゃないよ。好きでもないけど、この辺で返しておこうか。一旦別に嫌いじゃないよ、好きでもないけど。分かった、少し寂しそうにすんな。ここでそうね、救いの手を差し伸べちゃうと、ちょっとそっち行っちゃうから、そっち行かないように、そうね、俺一人称俺で言ってみようか。俺とお前は、まあ、こう近すぎず、遠すぎず、ぐらいがちょうどいい。ちょうどいいんだ。ちょうどいいんだ、多分。この辺で行こうか？この辺で返しておこうか？まあ、どういう反応するかな？どういうこと？そうね、まあ、そうね、要するに、マナカ、そうね、マナカ、よく聞け。マナカ、よく聞け。遠すぎると、離れ離れになる。近すぎると喧嘩だってする。あ、喧嘩じゃない、喧嘩だってする。そういうことだ。いいか、
真ん中よく聞け、遠すぎると離れ離れになる、近すぎると喧嘩だってする、そういうことだ。原則的に考えて私はあなたとは距離を置いた方がいいのかも。だけど、あからめんな、顔あからめんな、そうね、なんだ、俺と喧嘩したいのか、俺と喧嘩したいのか、こう返してみようか。でも喧嘩したくないよね、多分ね、この子ね。違うわよ。ただあなたといるとなんかドキドキして、そのそうなっちゃう。おかしいなこれさ。あなたのことは死ぬほど嫌いな同級生でしょ、設定として始まってんのが。ドキドキすんな。なんで。もうちょっとさ、辛辣なんじゃないの、態度。辛辣じゃねえな。最初だけじゃん。ドア玉だけじゃん。早くどこかに消えてよ。どうしよっか、これ。もうこうなったらさ、こうなったでさ、そうね。あなたといるとなんだかドキドキして。そうね、まあ今まで辛辣な態度を取られてきてたわけで、今までの辛辣、こういくともうね、辛辣な態度は何だったんだ。でもひどいことを別に言ってない、気にしてないって言っちゃってるからな。どうしよっかな。そうね。むずいぞ。もうそっちにしか行かねえじゃん。むずいな。そういえば、話題変えようか。そういえば、この間食べてたケーキ。あれすごく人気店のケーキだろ？ちょっと話題変えよう。話題変えて、こういう話題振ってみて。どうしてそれを知ってるの？顔あきらんな。そういうところを見られてる、見てたっていうのを、そういうのを意識しちゃってるの。意識すんな。話題変えただけじゃん。ちらっと見えただけだよ。ちらっと見えただけだよ。で、その時に、お店の箱が見えてね。この辺で返してみて、お店の箱、人気店のね。そういえばあの日はケーキの話になったわよね。話したのか。そうか、話した、ケーキの話したのか。したことにしとこうか。そのケーキ、美味しかったか？美味しかったかって、聞いたね。聞いたね。聞いたわ。そんな気がするわ。聞いたわ。そのケーキ美味しかったかって聞いたね。美味しかったわ。あなたのおかげで勇気を出して帰った。どうしたらいい？どうしたらいいですか？これどうしたら回避できますか？この会話を。何時間も、例えば、並んで、あったのか？大変だったろう。大変だったろう。この辺で、すんと言っといて、そうなの。でも、あなたに褒めてもらえて、褒めてない。何でもかんでもいいように取るな。なんだこいつバカか。
この AI なんだもそっちにしか行かねえの会話がポンコツだな。いやーちょっとさいやもうちょっとこれさ、うん、別に褒めてもないけど、うん、別に褒めてもないからね、うん、本当のことやからね、別に褒めてもないけど、そうね、でもあなたの言葉はとても心に響いた、うん、響くな、待て、ちょっと待て、響くな、それじゃあまた、ちょっと そろそろ話切り上げようか、ちょっと待って、手を出す、もう こうなったらね、もうしょうがない、もうやめろ、話せ。やめろ話せ。ごめんなさい、私ったらあなたを困らせちゃって涙ぐむ。もうね、もしこうなったらもうしょうがねえな、もうこうなったらしょうがねえ。ダメだな、もうこうなったらしょうがねえな、抱くか。もう抱いてやるか。多分ねこういうところでねギュッて抱きしめてキスとかしちゃうと、もうねもうね落ちちゃうのよ、この子落ちちゃうのよ。困ったね困ったね、どうしたらいいですか、もうこの話題から避けるには私どうしたら、そんな流れでした、いやおかしいな、イチコロじゃん、チョロいじゃん、チョロ子じゃん、なんだよお前、チョロいぞ、もういいわ、ちょっと、うん、お前俺のこと好きなのか、ええダメよそんなこと言われたって、何言ってんだ、好きじゃないんだね、好きじゃないんだね、わかった、じゃまた明日、待って行かないで私、じゃあね、まあね、そうねじゃあね、もうこうなったら、じゃあね、じゃあしょうがない、じゃあね、マナカ、この子を、はい、私今から犬として調教しますね。犬として調教していきますね、わかった、いいか、お前は今から俺の犬だ。うん、もうね宣言するわ、いいか、お前は今から俺の犬だ、え、犬、そうだ、犬だ、お座り、 お座り、そうだ犬だ、お座り、はい、しゃがみ。ちょろすぎる。お手で、カッコつけて、右手を前に、右手を前に出し、そこへ手を置くように促すね、こんな感じで、はい、お手、はい、お手、戸惑いながらゆっくり右手を上げる、こんな状況なのに笑っちゃう、小さく笑う、お手したのね、よし、いい子だ、賢い犬だ。で、またなんか絵が よかった。かわからねんな。そうだな、じゃあ今から散歩にでも行くか、どうだ、もうね、行くって多分言っちゃうよね、散歩いいわね、立ち上がるな。立ち上がるな、お座り。
ごめんなさいって、まあ、慌ててしゃがみ、もうダメじゃん。もう従順じゃん、超従順じゃん。そうだ、いい子だ、いい犬だ、うん、はい、お前はいい犬だ。もうひどいよね。ありがとう、あなたのおかげで私変われそう。そうね、そうね、そうね、うん、お前はこれから俺の従順な犬として、犬として生きる、できるか、できないよ、普通できないよ、できるわけないじゃん、そんなわけないじゃん、違うじゃん、はい、わかりました、あなたにつく。いや、待って、いや、ごめん、嘘だよ、そんな冗談だよ、そんなの冗談だよ、うん、違う、ごめん、嘘だよ、そんな冗談だよ、え、犬なんて言って犬なんて言ってごめんね、ごめんね、犬なんて言ってごめんね、うん、いいの、え、もしかして犬がいいの、え、もしかして犬がいいの、違います、私は人間でいたいです、うん、まあね、うん、じゃあ友達でも何でもない人間同士ね、うん、うん、じゃあこう俺と友達でも何でもない人間同士として、過ごすか犬として俺に従順に従うか、どっちがいい、こう聞いてみようか。うーん、こういうな、友達みたいにはなりたいけど、でも私、うーん、そうね、やっぱ犬は嫌なのね。お前俺に使えるって今言ったじゃん、まあそうね、友達みたいにはなりたいけど、友達になりたいのか。俺と、うん、うん、まあ友達と、はい、顔は、うん、顔をあからめるなよ、ちょっとその辺続いていくか、顔をあからめるなよ、それって、友達以上になりたいって言ってるようなものだぞ、こうちょっと詰めてみるか、違うわよ、そういう意味じゃ、顔を手で覆うな、顔を手で覆うな、もう、どうしたらいいかな、じゃあただの友達でいいんだな。ちょっともうそっち行っちゃうな、うーん、じゃあただの友達でいいんだな、うん、もうそっち行っちゃうわ、もうダメだ、うん、恥ずかしそうに、うーん、ただのたまに連絡して取り留めのない会話をしたり、昔話を懐かしんだり、そういう、何でもない友達がいいのか、ただのたまに、そうですね、不安そうに。本当は
本当はもっと親密になりたいんだろ。はっきり言え。うつめてみるか。もうちょっと本当はもっと親密になりたいんだろ。はっきり言え。違うって言ったでしょ。違うのか。顔を真っ赤にする。違うって言ったね。けど、その顔を真っ赤にしてるのを見ると、真っ赤にしているのを見ると、そうとしか思えないんだけど。そうね、まあこうやって、こんな感じでこうやって、もうバカバカで、ちょっと、バカですみませんでした。はい、バカですみませんでした。ちょっと待って、違う。はい、バカですみませんでした。はい、バカですみませんでした。え、あ、ははて、照れ笑い。そうね、そういう雰囲気じゃないねんけどな。そういう雰囲気じゃねえわ。俺をバカ呼ばわりしやがって。ちょっと怒ってみようか。お前にバカなんて言われる筋合いはね、ちょっと怒ってみようか。ちょっと怒ってみて、じゃあ涙ぐむんでしょ、どうせ涙ぐむんでしょ、怯えた様子で ごめんなさい涙ぐみたら。そうね、そういう雰囲気じゃねえわ。俺をバカ呼ばれしやがって、お前にバカなんて言われる筋合いはね。そうね、こっからまあそうね、どう思っていこうか。まあこういう会話で、こういう会話をしていきながら、まあ例えばまあね、でもね、本当に言うとね、マジでちょろいのよ。ギュッて抱きしめてキスしちゃうと終わっちゃうのよ、もう。正直ね。じゃあ本当はあなたのことがずっと好きだったのっていう、そういう展開になっちゃうから、ですね、何回かね試して、いろんなキャラとね、試してやってみたんですけど、どうしてもね、やっぱね、そうなっちゃうらしい。だからちょっと話題変えよっか。また話題変えてみよっか。そういえばあいつ結婚したらしいな。結婚とか良くないな。そういえばあいつ結婚したらない。あいつだよ。なんて言ったっけ。ちょっと別のやつの名前ちょっと出して。え、誰のことですか。ヒロシだよ。知らない。ヒロシだよ。知ってるよ多分。ヒロシ、名前だけ聞いただけで詳しいこと。ああそうなの。あ、ヒロシあんま知らねえんだ。お前ヒロシと。お前学生の頃ヒロシと付き合ってたじゃん。付き合ってたじゃん。お前学生の頃ヒロシと付き合ってたじゃん。ヒロシ。すっとぼけてやがんなこいつ。学生の頃の彼氏だよ。思い出せない。どうなんかな。そうだったヒロシ。思い出したね。ヒロシ思い出したね。あいつ結婚したらしいよ。あいつ結婚したらしいよ。え、結婚？ショックを受けた表情で。そうなの？
いやもう忘れてたんでしょ、忘れかけてたんでしょ、それをなんかショック受けんなや。そうね、まあ、この話題掘っていこうか。ちょっとこの話題掘ってったら、こっちに対するあれは、そうね、買わせそうやね。ヒロシとはどうだったんだ、どうだったんだ、学生の頃は仲良さそうだったのに、良さそうだったのに、だったのにな、さあどうですか、ヒロシとは良かったわ、でも結局あ、そうなんだね、そうなんだね、あいつのこと今でも好きなのか、ショックを受けてたけど、そのこう ちゃんとねこう結婚したって聞いて、あ、ここじゃないな、今でも好きなのか、結婚したって聞いてショックを受けてたけど、はい、これね、今でも好きなのか、結婚したって聞いてショックを受けてたけど、違うわ、もう昔のことよ、そうね、ちょっとヒロシのことヒロシの話題引っ張ろうか。ヒロシの話題いいぞ。ヒロシの話題をちょっと引っ張りますね。でもな、別れた原因とか、まあそういうの、そういうのは違うよね。そういうの聞くのは違うよな。あいつ、顔面。あいつ顔面は不細工だけど、めちゃくちゃ優しかったもんな、優しかったもんな、顔面は不細工なの、ヒロシはねけどあいつめちゃくちゃ優しいの。そうね、ヒロシは優しかった。懐かしそうに目を閉じる。お前にも優しくしてたのか、してたのか、そうね、ヒロシの優しさエピソードちょっと掘っていくか。お前も優しくしたいのか、どんな風にどんな風にお前も優しくしたいのか、どんな風に、さあ、いろいろ、でも言えないわ。俺はヒロシとは違うからな。あんな風に、あんな風に優しくはなれねえな。優しくはなれねえな。なれねえな。そうね。まあ、ちょっとね、まあ、ちょいちょいこのアプリね、広告入っちゃうんで、まあ、広告のところは、まあ、ちょっとね、カットしていきますね。そうね、と。複雑な。あ、でもそこ、まずいね。そっち行っちゃうな。そっち戻っちゃうな。話題がそっち戻っちゃうな。あいつはいいやつだったからな。あいつはいいやつだったよな。私もそう思ってる。でも、今からでも遅くないんじゃないか。今からでもヒロシとより戻させようとしようか。違うわよ、もう無理。どうなの？結婚してたっていいじゃないか。ヒロシが結婚してたっていいじゃないか。今ならまだ取り戻せる。
取り戻せる、取り戻せるよ。マナカ、いけるってマナカ、マナカ。取り戻す？そんな。うん。好き。なんだろう。今でも。不細工だけど、優しいからな、ヒロシは。好き。だって。やっぱ好きなんじゃん。やっぱ好きなんじゃん。俺今からヒロシに俺今からヒロシに電話するわ。うん。電話するわ。そこで伝えろよ。そこで伝えろよ。今でも好きだって。今でも好きだって伝えろよ。ひでえ。ちょっと待って。なんでだ。なんでだ。なんでだ。ひろしのこと諦められるのか。諦められるのか。それでいいのか。どうなんだ。どうなんだマナカ。いけるってマナカ。いけるってまだ。うん、ダメ。ヒロシの人生を壊すわけには。あいつの、あいつの人生より、お前の人生だろう。お前の人生だろうが。うん。そうね。あいつの人生より、お前の人生だろうが。行け、マナカ、ゴー。ゴー、マナカ、ゴー。でも、ヒロシには家族がいる。泣きじゃくりながら。いやあいつ結婚相手とは親が無理やり結婚させられたらしい。正しいぜ。親にかな？え？信じられない。あいつ、苦しんでるんだ。苦しんでるんだ。助けられる。俺じゃ助けられない。助けられない。うん。あいつ、ヒロシ、あいつはね、あいつは苦しんでるんだ。助けられるとしたら、助けられるとしたら、ヒロシを今でも愛してる誰かだろうな。ヒロシを今でも愛してる誰か。うん。お前は今でもヒロシを愛してるのか。ネットワークエラーとかよくわかんない。愛してるのか。どうなんだ。どうなんだ。これでヒロシにけしかけようか。あ、愛してる。ここでマナカを抱きしめ。優しくキスをしてみようか。マナカを抱きしめる。優しくキスをする。驚きながら徐々に目を閉じる。ああすまない。本当は俺をお前も愛してる。今からでも間に合うか。ああ、分かった。二人で乗り越えて。うるせえわ。お前ヒロシ愛してんだろ。はい、っていう感じでね、臨機やってみました。もうなんかめちゃくちゃだわ。めちゃくちゃの昼ドラみたいになっちゃった。という感じで、はい、臨機でした。終わります。ありがとうございました。面白いね、これね。
終わりです。はい、こんな感じで臨機遊んでみませんかでした。あー面白かった。マナカマナカ愛してる。ちょろいわマナカ、マナカちょろいわ。あ私も大好きよ。こいつバカだろ。ヒロシどうすんだ、ヒロシはどうするんだ、ヒロシはどうするんだ、ヒロシはどうするんだ。どうすんのかな、ヒロシのことどうすんのかな、マナカヒロシのことどうすんのかな、ヒロシなんてもういいって言い出すのかな。ヒロシには正直になるしかない、でも私たちの気持ちを知った。うるせえ。うるせえ。はい、ごめんなさい。楽しい。